はい、失礼いたしました。ちょっと親が入ってきたんで、止めましたけどね。どこまで読んだっけ？ノイリップラットの製造工程です。まあ、ノイリップラットっていうのは非常に、まあ、ノイリプラットっていうのがっていうよりは、あれね、ベルモットっていうのは、ワインとはやっぱり違う製造方法で作られた、まあ、簡単に言うとワインなんですよ。うん。ワインに似てるんだけど、実はワインより度数が高い。だいたいワインって普通15度ぐらいです。こちらは18度とか。になってますね。さらに6週間寝かせ、出荷準備のできた製品はタンカーでマルセイユに送られ、マルティーニ・エロッシ社により瓶詰め、出荷される。生産されるノイリプラットのほとんどは世界中で有名な透明のドライベルモットであるが、これドライベルモットっていうのは俺が大好きなベルモットの、その、ノイリプラットの種類なんですけど、その他に2種の亜種が存在する。レッドノイリプラット、通常のノイリプラットと同じような製造工程で作られるが、およそ30種類のハーブスパイスが追加され、液色はシンクとなる。フランスではノイリプラット直営店でのみ購入できる。で、もう一種がアンバーノイリプラット。マイルセイルのノイリプラット直営店でのみ購入できる。液色は琥珀色。ノイリープラットは、まあ、ちょっと待って。ノイリープラット、まあ大体緑色のやつしか見たことないですね。赤のノイリープラットって、あ、見たことあったような気がするんだけど。うん。いや、見たことあるな。普通に売られてるんじゃないか。赤のやつもね。まあ普通にノイリプラットっていうあの緑色のやつはまあドライっていうやつですけど、うん、赤は赤ワイン的な感じ、ちょっと甘いんでしょうかね。多分飲んだことないと思うんですけど。まあ、あと、ベルモットは有名なんだとチンザノとかね。チンザノとか。チンザノエクストラドライとかさ。ありますけどね。ノイリープラット。あと、マルティーニとかもあるか。とにかくこのノイリープラットを冷やして飲んでみてください。本当に美味しいですから。あ、常温ではダメですよ。ワインみたいに常温ではダメです。ワインみたいに、常温ではあんまり美味しくはない。ワインと違って。ノイリープラットは本当に美味しいっす。
マルティーニは飲んだけど、マルティーニのエクストラドライは飲みましたけど、やっぱり美味しく、そんなに美味しくはないかな、とは思いますね。うん。新座のも同じく、大してうまくねえなーって。うん、ただ安いんだけどね。やっぱこの中で一番高いのっつったらノエリープラットなんだよね。なんだかんだで。うん。チンザノが多分一番安いかな。チンザノのエクストラドライってやつが一番安い。とは思いますけど。まあ、ベルモットね、飲んだことない人。あの、ワイン売り場に売ってますよ。ワイン売り場に。ワインの種類が、種類的にワインなんで。ベルモット。ね、ワインのとこら辺にね、ワインの、酒屋のワインのね、売り場のあたりに。売ってます、ね。まあ、ぜひね、見かけたらノイリープラット。ぜひ、本当にこのノイリープラットはむっちゃうまいから。やっぱ他のね、あの、に比べるとすげえ、あの、香りが豊かなんですよね。で、マスカットみたいな味がする。うん。すごい、あの、美味しいです。新鮮さがある味。値段も大して、750ml、1000円ちょいで買える。ので。ぜひ、あの、ご賞味あれ。ということで、ちょっと、あれなりましたけど、長くなりました。が、それではご視聴ありがとう。ちょ、ご視聴ちゃうわ。まあ、これは普通に、もう俺はもう、評価するレベルもなく、もう、五つ星。うまい。これ氷河とかもう、ジントニックだから。俺の最も好きなカクテルだから。ということで、ご視聴ありがとうございました。